どうもこんにちは、まやです。本日はですね、僕の仲のいい YouTuber のちゃんぎこがですね、なんかショップからオーブを購入するで、まあ設定で金額が出せる方法があるということで、なんか今月の課金額みたいな動画を出してたんで、まあ僕もやってみようかなと思ってやってみたんですけど、まあ皆さんどれぐらい僕が課金しているかっていうのを、まあ多分ハイ課金のイメージすごい強い、元はといえば強いと思うんですけど、なんかみんな今すごいなんか YouTuber って回してるイメージが強いと思うんですけど、そんな中僕がいくら課金したかっていうのをですね、お見せします。それがですねこちらですね。まあとりあえず購入適当にします。押すとこれです。今月11月に僕がモンスターに課金した金額、35,520円。すごい、なんかすごい中途半端な数字ですよね。120円をどっかで買ったんだなっていうどっかで買ったんですね、120円。なんか足んなかったんですね、その時買ったやつだと思うんですけど。こんな感じでしたね。まあみんなどう思うかわからないんですけど、まあめちゃめちゃ課金してるわけでもなく、かといって微課金でもなく、すごいですね。すごい中途半端ですね。今の僕のモンスト YouTuber としての立ち位置みたいなもんですね。すごく中途半端な金額なのかな。いや、多いといえば多いかもしれないけど、YouTuber としては少ない。一般的に35,000円って多いかもしれないけど、YouTuber としては、ね、そんな感じでした。僕の今月11月の課金額は35,520円。これ毎月のなんか企画としてやったらちょっと面白いかもしれないですね。はい。ということで、ね、来月はですね、もう年末なんで、もしかしたらやろうかなって思うんですけど、まあお金がね、もったいないなっていう部分と、どれぐらい、っていう狭間で悩んでいこうかなっていう感じなんで、年末ね、どうしようかな。悩みです。非常に悩んでます。めっちゃハイ課金しようか、ちょろっとにし、みたいな。はい、ということで今月の課金額こんな感じでした。ご視聴いただきありがとうございました。またのご視聴よろしくお願いします。それでは。